こんにちは。リアル上海駐日紳士会の時間です。この番組は中国の SMG 上海メディアグループと福井テレビが共同で制作しています。上海メディアグループは放送メディア、文化、エンターテインメント企業です。リアル上海は上海の駐日紳士会という番組とタイアップしていて、中国で最近放送された中から興味深い話題をえりすぐってお伝えしています。また福井テレビからも福井や北陸のさまざまな情報を定期的に中国に発信しています。上海テレビではそれらがどのように伝えられたのでしょうか。後ほどお楽しみに。まずは今中国で一大ブームとなっているダンスの話題です。その人気は世界中に広がりつつあるようですよ。中国風の音楽に合わせリズミカルに踊る、今最も流行っているダンス、カモクサンです。中国だけでなく世界中で一大ブームを巻き起こしました。例えばロシアの赤の広場で、シンガポールのマーライオン公園で、日本の富士山の前でもその姿が見えます。東京の公園で動画を撮ってリトルレッドブックに投稿した日本の大使さんは、カモクサンの魅力を次のように話します。聞いたことない音と独特なダンスがすごく新鮮感があって、若者の人はそれを踊ってるんじゃないかなって思います。カモクサンの由来は諸説ありますが、最も有力なのは教習所の一節です。運転免許証を取ろうとした人は10回も試験を繰り返して、やっと科目3、つまり道路運転技能試験に合格しました。その人はあまりの嬉しさにその場で踊り出しました。撮影した人がダンスの名前はと聞くと、科目3と答えました。中国の昔の歌一生高校を BGM につけ、科目3と名付けた動画を SNS に投稿すると、あっという間に拡散され人気に火がつきました。最主要就是中国风的音乐，因为现在中国在社会上的地位也比较高了嘛，所以就是中国风的音乐也是慢慢的起来了，火起来了。京さんは山東省生まれのバーリンホー。今ウガンダの首都カンパラのロヨー市理工学院でダンスを教えています。ストリートダンスやズンバ、アフリカ舞踊など各種類のダンスを教えていますが、科目さんの存在を知ったのは生徒たちのおかげだといいます。他们天天都是说什么科目三科目三，都知道我是跳舞的，老在我耳边说科目三，我说科目三是个啥玩意儿，然后他们给我看一下视频，我觉得哎这个舞蹈挺好玩的，然后就教了一下学生。より多くの若者にアフリカの伝統舞踊と全く異なる科目三をPRしようと、ダンスをスタジオではなく学校の運動場で披露しました。 If I'm dancing traditional African dances, they are so tiresome. But subjectively, it's simple to dance. This dance is so interesting. And I was... And my body was like, oh! 振り付けと中国風の音楽以外、インターネットでの拡散が科目さんをヒットさせた重要な一因です。これについて中国メディア大学電波研究院の張徐寛教授は3つの安い理論を打ち出しました。まずは見やすい。スマートフォンの普及で TikTok やリトルレッドブック、 YouTube といった SNS に投稿すればいつでもどこでも見られます。そして真似しやすい。簡単ですぐ覚えられる振り付けなので、世界各地で自分なりの科目さんが SNS で広がりました。3つ目は転送しやすい。ダンスの前編はわずか1分間、短くてユーモアがあるというヒット動画に必須の要素があるので、
広く転送され、TikTok だけで再生回数は590億回を突破しました。一個字赞，太喜欢了。They love it。他们太喜欢了。反応としてはなんかすごいうまいねってすごい言ってくれたりとか、うん、すごいあの上手だねっていうので、あの僕にとってもすごい嬉しいなって思います。若者の広場ダンスとして世界中で名を轟かせた寡黙さん、主流とサブカルチャーの境、ダサさとかっこよさのちょうどいい境にあることは Z 世代の美意識の多元化を表しています。とてもノリのいいリズムで思わず体が動いてしまいますよね。ヒットするのが分かります。コマーシャルの後はちにちのコーナーです。福井テレビでは福井や北陸のさまざまな情報を定期的に中国に発信していて、上海テレビ中日新司会のちにち日本を知るというコーナーで放送されています。今回は先日福井に延伸開業した北陸新幹線と日本の駅にあるおもてなしの心について発信しましたが、どのように伝えられたのでしょうか。ご覧ください。続いては福井県から北陸新幹線延伸のニュースです。福井テレビのリポートです。16日、これまで石川県金沢市が終点だった北陸新幹線が福井県敦賀市まで延伸、首都東京とつながりました。福井県には4つの駅を設置、このうち県庁所在地にある福井駅の改札をくぐるとすぐに見えてくるのが蕎麦屋さんです。テーブル席やカウンター席がありますが、こちらよく見ると椅子がありません。こちらのスペースは駅そば特有の立ち食いスペースとなっています。駅そばとは日本の主要な駅にある立ち食いそば店のこと。電車の出発まで時間がない人が簡単に食事を済ませたい場合などに利用します。スピーディーで手軽さが売りですが、そばが名産でもある福井県ではそれだけにとどまりません。駅そばですと大体ゆでそば、すぐ出せるようにゆでそばを使っているんですけれども、うちはやっぱりおそばの風味、のど越しを楽しんでいただきたいので生そばを、一からゆでて提供しています。ただそれもすぐ出せるようにちょっと細めのおそばをご用意させていただいてます。福井に来ていただいたお客様に、喜んでいただけるよう美味しいおそばを提供させていただいてます。日本の駅には駅そばの他にも欠かせないものがあります。それはお土産どころ。福井駅にあるこちらの店では福井県や北陸地方の土産物が揃っています。旅行は手ぶらで楽しんでいただいて、帰りに駅の方でお土産をたくさん買って帰って、そのまま思い出とともに持ち帰っていただくようなところだと思っております。欲しいものがなかったというのがないように、福井県のお土産といえばといった商品を取り揃えております。どこから来たんですか？神奈川です。キーホルダーとボールペンとマップ下を買いました。新幹線が好きだからです。東京から来てます。まだちょっと買い足りなかったものとか、揚げとか、なんか福井といえばみたいなので、なんか本に出てたんで絶対買いたいと思ってたんで見つかってよかったです。こちらは電車の中で食べられる駅弁コーナー。海鮮のます寿司、カニ、いなり、お肉系も、福井のソースカツ丼でしたり、若狭牛なんかもあるお弁当でしたり、あとは福井の名産物を詰めた新発売の湯の恵みというお弁当をお勧めしております。短い旅行のお客様もいらっしゃるんですが、その時に食べられなかったものなんかもこうやってお弁当にして買って帰っていただいて食べていただけるという利点があると思います。カニを食べてなかったんで、まだ越前カニ飯とかすごい
気になってちょっとカニ飯買っちゃって帰りのね荷物とかいっぱいある中ちょっと遠出しないといけないのは大変なんで、やっぱりそのまままた新幹線で持って帰れるのはすごい便利だと思う。北陸新幹線が延伸し、多くの観光客が福井県に訪れています。その玄関口となる駅で働くスタッフには、駅だからこその思いがあります。お客様ももちろんですが、スタッフも新幹線開業を心待ちにしていたので、旅の最初と最後が駅お迎えする場所だと思っているので、商品だけじゃなく本当に楽しかったっていう思い出だけ持ち帰っていただけるような接客をしておもてなしをしたいと思っております。駅そばにお土産どころ、日本のおもてなしの心が駅には詰まっています。福井テレビが発信した情報は、上海テレビの地上波放送だけでなくインターネットでも配信されます。特に SMG のアプリ観艦新聞は中国全土で多くの人たちに利用されています。福井テレビでは上海テレビと共同制作の利点を生かして、北陸の情報を今後も発信していきたいと考えています。さて、今日のリアル上海いかがだったでしょうか。次回もお楽しみに。